ホルヘルイス・バジェ・イバニエスは、ウルグアイの政治家。2000年から2005年まで5年間、第38代ウルグアイ大統領を務めた。19世紀から、ウルグアイの大統領や、政治家を、数多く輩出した一族の出身で、父親のルイス・バジェ・ベレスも、大統領を務め、おじのホセバッチェ・オルドーニエスも2期にわたって、大統領を務めた。 1956年、共和国大学にて法学と社会科学の学位を授与される。その後ラジオ番組、アリエルや新聞、アクションといった報道関係で活動していた。また当時すでにコロラド党理事会のメンバーでもあった。政界デビューは1958年。コロラド党より上院議員として当選した。就任後初期は密輸と、 資金洗浄を防ぐ手段として、麻薬の合法化を提案したが、国際報道機関やアメリカ合衆国政府に批判され承認には至らなかった。就任演説の際に歳出を抑えることを約束し、マクロ経済のバランスを調整するなど経済が安定するよう尽力した。またメルコスールを強く支持し、地域統合は世界経済と渡り合うために重要であると位置づけた。 米州自由貿易地域の創設にも積極的であった。在任中に皇定益が発生。農牧業が主産業であるウルグアイにとっては非常に深刻な事態であり、ウルグアイ産牛肉などの安全性が問題となり対処に追われた。この問題は任期の終わり頃にようやく収束した。保護貿易やいかなる種類の補助金。 助成金に対して反対であることを表明している。ありがとうございます。